シナネンホールディングス株式会社代表取締役社長の山崎です。2022年3月期第一四半期の決算について、皆様に動画により概況をお伝えいたします。所要時間は5分程度ですので、ご気軽にご視聴ください。ポイントはこちらです。今期は大胆な発想で新しい世界の挑戦としてスタートした第2次中期経営計画の2年目となり、2024年度からの第3次中期経営計画および2027年の創業100周年に向かって持続的成長を達成するための投資を引き続き強化してまいります。その結果、営業減益となっていますが、基盤整備の期間としてご理解ください。セグメント別では B2C 事業と非エネルギー事業が好調に推移しています。なお、今期から収益認識基準の適用により、第1四半期においてはマイナスの影響が出てきておりますが、第4四半期ではプラスとなるため、通期での影響はありません。収益認識基準の影響の詳細です。特に LP ガスにおいて、これまで検針日を基準に収益の認識を行っていましたが、新たな基準の適用により、収益の基準が月末基準に変更になったことにより、今まで当年度に計上されていた前年度の最後の約2週間の売上が前年度に計上することになったため、第一四半期では対前期企画においては減少しましたが、第4四半期に計上されるため、通期ベースでは影響は解消されることをご理解ください。こちらが全体業績です。先ほどお伝えしたように、今期から新たな収益認識基準が適用されていますが、前期との比較においては、基準適用前の数値をお見せした方が現実的ですので、基準適用前の数値をベースにお伝えさせていただきます。第一四半期は、売上面は原油価格やプロパン CP の高騰により、販売価格が上昇した影響を受け、売上高は大きく増加しました。その一方で、持続的成長に向けた基盤構築のための投資費用により、営業利益については減益での着地となりました。こちらは第一四半期の全体業績を表したものです。営業利益においては減益になりましたが、経常利益以下について、前期あった頭利引当金の繰り入れがなくなったことにより、増益で推移しています。続いて、セグメント別の状況です。B2C 事業においては、LP ガスの粗利益の改善や効率化による販売費の抑制を進めるなど、収益の確保に努めた結果、好調に推移しました。続いて B2B 事業です。こちらは電力事業において調達コストが上昇したことに加え、前期より開始した環境配慮型小売電力に関する販促活動を強化したことで減益となりました。最後に非エネルギー事業ですが、シェアサイクル事業で順調に収益を伸ばしていることや、運営効率化が進み、予算赤字幅が縮小したことに加え、医療施設の感染消毒清掃が好調な建物入り管理事業や、電力 CIS が好調なシステム事業が牽引し、増益となりました。現時点で通期の業績予想は据え置きとしています。繰り返しになりますが、今期は収益構造改革に向けての基盤整備期間として、将来に向けての投資を強化しています。その結果、今年度の通期予想は前年度を下回る数値でご心配をおかけする状況ではございますが、どうぞ我々の計画にご理解をいただければ幸いです。皆様においては引き続きご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。この度は最後までご視聴いただきありがとうございました。